チャオ、こんにちは。今日はね、サラミを使ったパスタ作ります。サラミはこれ、白カビがついてるサラミね。これがあの本格的なんですよ。でも本当はまあこうやって切り出したいんだけども、なかなか手に入らないんで、スライスしたやつを使います。で、材料はこちらになります。まあサラミですよね。これは刻んだイタリアンパセリとドライトマトも刻んであります。ブラックオリーブ、あとニンニクとオリーブオイルと胡椒です。では作ってまいります。うん、香りがいい。やっぱりハーブは刻みたてが一番ね。
今日は便利なワインオープナー紹介しましょうか。これね、これはホイールカッターといって、ここでこう取れるわけですよ。でここに真ん中にこう通すと、でテコの原理で開けます。うん、OK、 いい香りです。今日は赤ワインでいっていますね。これはフランスの赤ワインだね。オーメドック、メドックの赤ワインです。ちょっと重ためですね。あんまり年数経ってないから軽めだと思いますけど、今開けたてなんでね、もうちょっとしたらもうちょっと丸くなってうまいっすよ。さあどうだろう、サラミとね、ドライトマトに黒オリーブだよね。美味しくできたかな。うん、うまい。すんごいシンプルなんだけど、まあ、素材の味がこうみんな個別に主張してますよね。サラミもそんなにいっぱい炒めない方がいいと思うんですよ。で黒オリーブも、まあ、酸味がないし、ドライトマトはちょっとね、ちょっとだけしょっぱいけど、あのトマトの美味しさがすごい伝わってくるし、素材の勝利ですね。これは大変美味しいです。ごちそうさまでした。いや、うまかったね。ちょっとまああんまり作んないパスタですけどね。さて今日の点数は何点でしょうか。ほう、いただきました。88点だそうです。ありがとうございます。まあちょっとね、このあの塩加減非常に難しくて、まあサラミって結構塩気あるじゃないですか。でそこにそのドライトマトでしょ、これも結構しょっぱいんですよ。だからなるべく塩気を抑えようと思って、苦労したんですけども、まあ、最終的には今日は作ってみて正解でした。ぜひ作ってみてください。サラミがあったら、まあ、なるべくこの薄切りのね、こうちょっと大きめのサラミがおすすめかな。細いのはもうおつまみで終わっちゃうんで、ちょっと太めのサラミを使って、こういう感じで作ると美味しいと思います。ではチャオチャオ、また次の動画でお会いしましょう。